晴天に恵まれた12月17日、司町一丁目町会で餅つき大会がありました。つきたてのお餅は柔らかくておいしく、皆さんは小豆やきな粉を絡めたりお雑煮に入れたりして味わいました。一足お先にお正月気分が盛り上がった司町一丁目界隈でした。12月17日、岩本町ほほえみプラザでクリスマスハンドベルコンサートが催されました。これは地域の健康づくりに積極的に取り組む健康づくり推進員の主催によるもので、演奏はシュシュプラスユー。来場した皆さんはハンドベルの澄んだ音色のアンサンブルに年末の慌ただしさを忘れるひとときを過ごしました。12月22日、神田神保町の岩波ホール前広場でクリスマスキャロルの夕べが催されました。演奏は共立女子中学高等学校吹奏楽部と音楽部。クリスマスソングに耳を傾ける人々で鈴なりになるのも歳末恒例の風景ですね。最後はインスタ映え必至、区内を彩るイルミネーションイベントです。それでは皆様、良いお年を。